女に会いに行った？けなげだろ、中島隊員。おいおい、中島隊員は調査に出かけたんだ。調査？ S 地区森の町で宇宙人が集会開いてるっていう通報があったのよ。またそんな。で、その通報者が昔の彼女で。そう、今頃はね、ブチュブチュブチュとかね、ラブラブとかね、バカモン！いいか、どんな小さなこと、小さな情報でもだな、市民からの通報には全力で応えるのはスーパーガッツの使命じゃないか。しかしその通報以外あの地区に異常は見られていない。そこでだ。まあ今回は中島にとってはいい休暇になるだろう。それにあの大発明のテストもできるしな。大発明？おお。あれ？これこそが私中島の世紀の大発明、超小型宇宙人探知機。お前だ。あ、もうやめてよ、それ順番が聞いたわ。このメーカーは地球外生命体。ま、宇宙人ですね。そいつらを見つけるとピピピッと反応するんだよ、さっきみたいに。なんたってこいつはね、地球起源の水分波動の共鳴原理を応用してその際から。ちょっと待って、本当にそれ信用できるのね？もちろん。スーパーガッツ、ひいては TPC1 の大天才、この中島勉の発明に失敗はありません。相変わらず頑張ってるのね、中島さん。中島さんってなんか随分よそよそしいね。なのりこ、俺は今でも大学時代も研究で随分デートすっぽかされた。私たち進む道が違いすぎるのよね。ごめんね。神社であんなことがなければ連絡なんかしなかったのに。宇宙人の集会か。宇宙人っていうか、1週間ぐらい前、ジャギラの木に花のつぼみができたの。それからよ、夜中に町の人が集まるようになったの。私も気がつくといつの間にかそこに。はあ、これがジャギラの木か。ここにしか生えていない学問的にも貴重な木だそうよ。で、ここで集会か。のりこ、ここにいたのか。お父さん。おと、こちら大学の先輩だった中島さん。私あの中島のりこさん、また花が大きくなりましたね。そうですね。こちら植物学を研究されている青木さんです。あ、どうも。どうも。ほら、あちらの花も素晴らしいですよ。中島さんもこの花を見に来られたのかな。いえ、別に自分はそういうわけではないんですが。とにかく珍しい花だ。代々この木を守ってきた我が家に言い伝えがあるんですよ。言い伝え。200年前のことでした。
ジャギラの木に花が咲く。神が宿った証。村の者はみんな魂を抜かれたようになったそうです。これは洗礼だ。200年後にまた花が咲く。その時この地は楽園となるであろう。と言って旅の僧は立ち去ったそうです。楽園ね。言い伝えはともかく、もっと町のこと調べてみましょうよ。最高。あれ？え、どうしたの？いや、あれ、故障かな。さっきの植物学者。青木さん？そうそうそう、その人。その人ってさ、ひょっとしたらのりこの、カカ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 カ、彼？さあ、どうかしらね。ねえ。なぜ否定しない？とにかく。やっぱりこいつら！隊長、中島隊員からの定期連絡がありません。こっちのコールには？さっきから呼んでるんですけど。よし、カリアとアスカはパトロール中だったな。ええ。父さん、父さん見たのよ。またジャギラの木の前で。邪魔者は消し。アスカ！どうしたんだ、ノリコ！しっかりしろ、ノリコ！状況は？この木の周辺に倒れていた人々はかなり衰弱しています。みんな宇宙人でしょ？いや、全員の検査をしたが、ただの人間だ。そんなバカな。中島隊員、この探知機本当に使えるのか？うんともすんとも言わないぜ。お前の使い方が悪いんだ、この彼が。え、隊長、本当に宇宙人が。分かった。住民の衰弱からして何かあったことは確かだ。しばらく現状のまま
待機だ。ラジャ。中島隊員、ちょっと。のり子に何があったんですか？人間にはない未知の成分が彼女の中にはあるんです。え？ジベレリンに似た成分を検出？ジベレリン？そりゃ植物を成長させるホルモンだよ。俺の宇宙人探知機はそれに反応して、なんでそんなものがのり子の体に？ヤギラの木の花粉を浴びた者は魂を抜かれたようになったそうです。まさか森の町の人間たちは昔から遺伝子操作されて。木のお化けが同化してる。のり子さん。のり子。正直に言って私は何者なの？ あの宇宙人探知機は失敗だったんだ。だから何も心配するな。私はただの人間よ。探したよ。私の中には得体の知れない何かが。よせよ。あなたを襲うかもしれない。怪物になるかもしれない。よせったら。スーパーガッツは放っておくの？退治しないの？よせ！たとえそれが何であろうが、のり子はのり子だろう。それでいいじゃないか。怖い。怖いよ私。俺を信じろ。絶対守ってやる。それは無理だね。前、ジャギラの木に花が咲いた。準備の整った証。何言ってんだ。花粉の洗礼を継ぎし者。中でも君は特別な存在だ。迎えに来た。ざけるな！君の持っている力で僕はゴッドジャギラになれる。ゴッドジャギラだと？僕の超能力と彼女の生命力を持った完全なる神さ。地球を一瞬にして植物の星にしてやろう。僕の故郷ジャギラ星と同じ環境にね。最高。ノリコ、絶対守ってやる。絶対守ってやるからな。海だと言ってるだろう。君の負けだよ。トリガとにかく住民を全員避難させろ。はい、了解。
攻撃開始。自家発射。持ってきて、あいつだけを、あいつだけを。だったら中島、お前が男として人間として何ができるか冷静に考えろ。そんなこと言ったって、男として人間として、待てよ、人間、そうだ人間だ。地球人探知機、はい、ここにある宇宙人探知機のシステムを逆に動かせば怪獣の中にいる人間を探せます。いた、ここね、地球人反応だわ。よし、るもんなら撃ってみろ。甘く見るなよ。おい、ちょっとでも外すと彼女が、射撃なら俺が、うちだけは俺が撃つ。ノリコ、ノリコ、ねえ聞いた？検査結果、
のりこさん普通の人間に戻ってたって。そっか、怪獣を倒したからかな。いや、人間の持つ生命力が怪獣の遺伝子を倒したのさ。ねえねえねえ、人間といえばね、ダイナにも出たんだよ、地球人反応が。本当かよ。あ、でもそのほら機械なんかいまいちこう不良品ね。何慌ててんの。いやほら、あ、分かった。あ、中島隊員はね、のりこ、これあいつだけを、あいつだけをよね。なんでそれを。聞こえてたよ、嬉しかった。なんか、ううん、つとみさん、のりこ、あれていた。そいつはやってきた。ピンチ、ピンチ、大ピンチ。次回ウルトラマンダイナ、僕たちの地球が見たい。お楽しみに。